総理の菅義偉人事院勧告を施行する、人事院総裁の河本優子人事院勧告とは、人事院が、国会、内閣、関係大臣その他機関の長に行う、国家公務員の一般職職員の、給与その他の勤務条件の改善及び、人事行政の改善に関する勧告の総称である。人関とも略称される。一般には、単に人事院勧告という場合、 給与制度に関する勧告である給与勧告を指すことが多い。人事院は法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告を司る。勧告は人事院の権限のうち最も重要なものの一つであるとされる。ここでいう勧告とは行政機関が 他の政府機関に参考意見を提出することである。韓国制度は、人事院だけではなく、行政委員会、審議会等各種の行政機関に設けられている。韓国制度は、韓国する機関とそれを受ける機関との間に、上級、下級の指揮命令関係がないことを前提とし、相手側への法的な拘束力はないが、韓国する機関の専門的地位と韓国の 県によって実際上一定の影響力を持つ。とりわけ人事院勧告は一般に公務員の労働基本権制限の代償措置とみなされているため影響力は強い。人事院勧告の勧告先の機関には国会、内閣、関係大臣その他の機関の長があるが勧告の種類によってその規定は異なる。具体的にはその実現に 法律の制定開配を要する種類の勧告は国会や内閣に対して行政措置で足り入る勧告は関係大臣その他の機関の長のみに対して行うことが定められている。国会に対する勧告は憲法に国会に対する内閣の責任制度を定めた日本においては人事院の強い独立性とその勧告内容の重要性を意味する。 内閣諸葛下にあって国会に対する韓国権を持つ行政機関は現行制度下では人事院のみである人事院勧告という呼称は人事院が行う諸勧告の総称、通称であり法律上の用語ではない。国家公務員法にて韓国の語を用いて規定された人事院の権限には大きく、 人事行政改善の勧告と勤務条件の変更に関する勧告の2種類に対別でき、校社の内給与、勤務時間等主要な事項については、給与法、勤務時間法等の関連法に個別規定が設けられている。この他にも、上の勧告と性質が同一、または類似する権限が意見の申しで、事案及び成果の提出、 サブミットイッツリコメンデーションといった形式で定められており、人事院勧告の範囲は一様ではない。本校ではこれら全体を扱うものとする。元人事院総裁の浅井清氏は、上の勧告制度の特質を踏まえ、いずれも国会と内閣を勧告先に含むことから、勧告と意見の申し出、提出はその内容においては同じことであるとしている。ただし、 筆者の経験によると、意見の申し出は、これを受け取る方で、韓国ほど強く感じないように思われるとも述べている。また、人事院勧国の中には、給与韓国のように、報告と密接に結びついているものもある。以下、国交法その他関連法に規定された、人事院勧国を列挙する。以下、国交法その他関連法に規定された、人事院勧国を列挙する。 日本国憲法は内閣が法律の定める基準に受皮、管理に関する事務を勝利することを定めている。これを受けて国家公務員法は国家公務員の給与、勤務時間等の勤務条件は国会により社会一般の情勢に適応するように随時これを変更することができることを定めている。また、人事院は この変更に関して勧告することを怠ってはならない。この勤務条件法定主義と情勢適用の原則を給与において実現させるため、人事院は毎年少なくとも1回、報給表が適当であるかどうかについて国会を呼び、内閣に同時に報告しなければならない。給与を決定する諸条件の変化により、報給表に定める。 給与の100分の5以上増減する必要が生じたと認められるときは、人事院は、その報告に合わせて、国会及び内閣に適当な勧告をしなければ、ならない。この勧告は給与勧告と呼ばれ、毎年8月上旬になされるのが条例となっている。国家公務員給与は、勤務条件の要であり、多方面への波及力ゆえその変動は、財政、 経済にも大きく影響するので、人事院の勧告中最も重要視されている。給与勧告が扱う事項は、情勢適用の原則による、給与水準の上下だけではなく、給与制度全般を含む。国交法、第28条、第2項に対応して、給与法においても人事院が、職員の給与額を研究して、その適当と認める改定を国会及び内閣に、 同時に勧告することが定められている。勧令地手当については、国家公務員の勧令地手当に関する法律が、別個に2種類の勧告を規定している。一つは、第3条、第2項に規定され、勧令地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項の定めについて、内閣総理大臣に対して行う勧告である。もう一つは、第4条に規定され、 関令地手当について、調査研究し、法改正が必要と認めるときに、国会及び内閣に同時に行う勧告である。第3条、第2項の勧告は、内閣総理大臣に対してのみ行う勧告であり、人事委員は給与勧告とは区別して扱っている。一方、第4条の勧告は給与勧告の一部として、他の勧告事項と一緒に行われている。国公法は、 職員の給与を決定する要素として、政経費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を挙げている。この規定により、人事院は毎年国民一般の標準的な生活費用と民間賃金の調査を実施している。実際の給与勧告にあたっては、人事院が官民給与の比較を行い、両者の格差を算出し、 職員の給与を民間給与に合わせることを基本として、報給表、手当の改定内容を決定する。民間準拠原則を採用する理由について、人事院は国家公務員も勤労者であり、勤務の対価として適正な給与を支給することが必要とされる中で、その給与は民間企業とは異なり、市場原理による決定が困難であることから、その時々の経済、 雇用情勢等を反映して、労使交渉等によって決定される民間の給与に準拠して定めることが最も合理的であり、職員の理解と納得とともに広く国民の理解を得られる方法であると考えられることによると説明している。なお、政形費は全出の国交法第64条の規定で給与決定の条件の一つに挙げられてはいるが、 現在の韓国実務においては、全体の給与水準を直接左右する要素としては、扱われておらず、法給表作成時に合法の盛り付けの参考とされるにとどまっている。これは、政権費は民間給与の形成段階ですでに織り込まれており、官民給与の比較をすれば、同時に政権費への配慮を行ったことになるとする人事院の見解による、 民間準拠のためには民間事業所の従業員の給与と国家公務員の給与の実態を把握する必要がある民間給与については厚生労働省の賃金構造基本統計調査や国税庁の民間給与実態統計調査など政府機関による様々な調査が行われているがいずれも国家公務員給与と直接比較するための資料としては 不十分である。そこで、人事院は、官民給与比較に、最適な独自の調査として、職種別民間給与実態調査と、国家公務員給与等実態調査を実施している。職種別民間給与実態調査は、公務と、類似する職種に従事する上雇い従業員について、個人別に4月分の月例給与等を調査する、従業員別調査と、 事業所別に給与改定や雇用調整等の状況、手当制度を調査する事業所別調査からなる。大規模な実地調査であるため、人事委員が都道府県、政令市などの人事委員会と共同で行う。期間は例年5月1日から50日間程度である。なお、特別給は月例給とは別に事業所別調査で調査する。調査対象は、 企業規模50人以上で、かつ事業所、規模50人以上の民間事業所であり、地域別に、産業、規模等により総加無作為抽出される。従業員別調査もその標本事業所の従業員が対象となる。2009年の調査では、5232事業所を対象に、 前述の基準で910層に増加し、うち11,100事業所が無作為抽出された。従業員別調査の調査実事人は78、職種につく463,712人であった。調査対象事業所を事業所規模50人以上とする理由は、これによって、公務と同種、同等の者同士による月齢級比較が可能であり、 精緻な実地調査による調査の正確性を維持できる範囲で民間企業の従業員の給与を広く把握し反映させることができ民間企業の上野とい従業員の6割強をカバーできるということに基づくと説明されている一方国家公務員の給与は国家公務員給与実態調査を通して把握されるこちらは人事院が全職員を対象に 毎年4月1日における給与実態を調査する。両調査ともに職種、役職段階、年齢、学歴、勤務地域といった給与決定要素別に細かく給与を調査しており、官民給与の精密な比較を行うための基礎的統計となっている。官民給与の比較は民間、公務員の両実態調査をもとに行われる。 単純に平均値を比較するのではなく、仕事の種類、責任の度合い、年齢、学歴、勤務地域といった主な給与決定条件を同じくするグループごとに比較し、国家公務員の人員構成を基準として、ラスパイレス算式で全体の官民格差を算出する。税務、公安職等は民間に比較すべき職種がないため、比較から外されている。特別給も。 比較方法は一般給与と同じだが単位に年間支給割合を用いる。給与勧告の内容は人事院会議で最終決定し官民給与や政権費に関する調査結果が記載された報告とセットで国会と内閣に対して同時に行われる。例年人事院総裁が内閣総理大臣に勧告書を手渡す様子が公開されている。 職員の給与は、金銭、有価物を問わずすべて法律に基づき支給されなければならない。よって、給与勧告の実施には、法律の開廃制定が必要となるが、人事院には、法案提出権はないので、政府立法か議員立法を通じて実施する。制度発足から現在に至るまで、勧告を受けた内閣が、法案を国会に提出し、 可決成立させるというプロセスをたどっている。人人勧告は、相手方、給与勧告の場合、内閣と国会を法的に拘束するものではないので、勧告通りに、法案が策定、または可決成立するとは限らない。給与勧告を受けた内閣は、その、取扱い方針を、給与関係閣僚会議を経て、閣議決定する。この取扱い方針をもとに、 総務省人事、恩給局が、給与関連法の改正案を策定。次に、この改正案を閣議決定し、内閣提出法案として国会に提出する。最後に、国会で、法案が可決、成立し、改正法に定められた、実施時期が訪れて、給与改定は、実施を見る。なお、改定時期は、給与の改定項目によって異なる。政府、 国会側が、韓国通りに給与改定を実施しないときに、用いられる手法には、減額で、改定内容そのものを韓国から改変する方法と、内容は、韓国通りだが、実施を遅延もしくは見送る方法が見られた。どちらも、職員給与を抑制するもので、前者の方法は主に1950年代と1982年から1984年に、かけて、 後者は1960年代に使われた。近年は引き下げ勧告となった年もあり、一部の改定事項を除いて完全実施が続いている。このような給与勧告の不完全実施の理由として、政府は財政上の理由を挙げてきたが、人事院や組合側は、人事院勧告は労働基本権制約の代償であるから、完全実施するべきとしてきた。 給与勧告は国家公務員の一般職非現業職員の給与を対象とするが、公務員の給与法制上、公共部門全体の給与水準がこれに連動し、また一部の民間給与にも逆作用するため、日本の賃金決定機構において重要な機能を持っている。高度経済成長期にあっては、春闘相場の設定自体に大きな影響を及ぼすこともあった。 このため、マルクス経済学の立場から、人事院の給与勧告を国家独占資本主義の段階における賃金決定過程への国家の直接的介入、政府のイニシアティブによる賃金水準の統制へと規定する研究者もいる。また、対局的には消費経済の動向に影響を与えることになる。人事院の給与勧告は、 公務員全体の給与水準に対する強い影響力を持っている。人事院の給与勧告が直接対象とする国家、公務員は、給与法、人気付け職員法、人気付け研究員法の適用職員である。また他の公務員給与法により大臣、裁判官、裁判所職員、国会職員、防衛省職員と特別職の職員を呼び、 検察官が勧告に順じて措置される。行政執行法人の職員の給与は、労使の団体交渉によって決定されるが、その際給与法適用職員の給与を考慮することが定められており、勧告の強い影響下にある。地方公務員にも勧告は大きな影響を及ぼす。地方公務員一般職の職員の給与は、主張が提出した 給与条例の改正案を議会が可決、成立させることで改定され、都道府県や政令指定都市等においては、人事委員会が事前に主張に行う、独自の給与勧告が給与改定を主導している。この人事委員会の勧告と給与条例の改正案は、人事委員の給与勧告に習うことが多い。ただし、その程度には差が見られる。 行政執行法人以外の独立行政法人並びに国立大学法人の職員の給与は労使の団体交渉を通じて決定されるが社会一般の情勢に適合させることが定められている。また、独立行政法人、国立大学法人、特殊法人及び認可法人等の給与水準は毎年公表と 総務大臣への届出をすることが義務付けられており、人事院はそれにあたって、これらの法人と国家公務員との給与の比較指標を作成し、各法人と総務省に提供している。このような制度と取り組みにより、非公務員である政府関係機関の職員の給与も、直接、または間接的に勧告の影響を受けている。これらの機関の他にも、 韓国の直接的、間接的影響が指摘されている機関には、公共組合、国及び地方公共団体系の公益法人、地方独立行政法人、地方の特殊法人なども挙げられており、その範囲は、公共部門全般にわたっている給与韓国は、民間給与をもとに決められるが、これが直接または国、地方公共団体及び政府関係機関の職員の、 給与を媒介して民間給与にも一定度逆作用する。具体例としては私立学校、私立病院、農業共同組合、中小企業等が挙げられている。中小企業の多くは給与勧告後の夏から秋にかけて賃金改定を行い、その中の一定数が勧告を基準としているとされる。なお、給与勧告の根拠となる。 職種別民間給与実態調査は、職種、役職、年齢等の給与決定要素別に集計されているという特色から、民間企業が賃金決定の資料として活用している。ローム行政研究所が企業の賃金決定のための資料として発行している、規模別、地区別、年齢等で見た、職種別民間賃金の実態には、 同調査が収録されている。日本の国家公務員は、葬儀行為が全面一律に禁止され、加えて、非現業職員は、団体協約締結権が認められていないなど、労働基本権が大きく制限されている。従って、勤務条件を四業のように、労使交渉を通して決定することができず、人事行政の改善、特に勤務条件を社会一般の情勢に、 適応させる機能は、人事院勧告が担っている。公務員の労働基本権制約、剥奪は1948年7月31日の、昭和23年7月22日府内閣総理大臣宛て連合国最高、司令官所管に基づく、臨時措置に関する政令に橋を発している。この政令に基づく、国交法一時改正の際、同時に、 人事院勧告制度が導入された。このような状況と経緯から人事院や最高裁の判例は人事院勧告を労働基本権制約の主な代償措置と位置づける見解を採用している。これは人間代償措置論とも呼ばれ公務員の労働基本権制約の正当化や給与勧告の完全実施要求の根拠として沿用されることもある。一方で 人事院勧告の代償措置性を否定する議論もある。地方自治問題研究機構の舐め方久尾は、歴史的に見て、人人、人事院勧告は、労働基本権制約の代償として導入された、制度ではなく、原理的にも、労働基本権を離れた、人事行政一般の範疇に収まるものであり、両者に、代償関係は認められないとしている。 過去の給与勧告一覧は以下の通り、ありがとうございます。